生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。この中では生、3つの生が出てきます。加熱していない何かという言い方です。他にも例えば生ビールという言葉もありますよね。生で、もう一つね、この生米、もともとの読み方は米ですよね。でも前に違う言葉をつけると、この米が米という濁音の発音になることもあります。これをちょっと注意してくださいね。生麦、生米、生卵。では練習いきましょう。生麦、生米、生卵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 。